北海道戸間小前南高校は、北海道戸間小前市にある公立の高等学校。通称は、戸南南南高。創立当初は、学区再開校だったが、徐々に実績を上げ、1980年代以降は、北海道戸間小前東高等学校に次ぐ、学区2位の進学校として、地域の成績優秀者を集めている。開校当初は、校舎建設用地。 建設予算ともになく、解体予定で老朽化が激しい苫小牧市立、苫小牧東中学校の旧校舎を使用することになった。体育館がないため、苫小牧市立総合体育館で体育の授業を行った。校舎建設用地は難航の末に、苫小牧資金を家畜を確保し、1977年に着工した。当時、周辺は牧草地が広がるだけであり、 高知に牛が侵入してきたこともたびたびあった。1990年代以降宅地化が進み現在は住宅に囲まれている。交通機関は JR 北海道苫小牧駅より道南バス鉄北北口線バスで26分、西清岡駅より川添い時和線で4分、南高校バス停下車、道自動車道苫小牧西インターチェンジより車で3分。ありがとうございます。